はい、ジンでございます。セブンナイツブログ始めて1週間ぐらいが経つでしょうかね。ついにガチャを引いていきましょう。ではスタート。はい、ということで今回はギルティガチャというイベントものをやってるので、そちらね引いてみたいと思いますが、その前にスペシャルボードガチャ行ってみましょう。一発勝負です。エース、どう、この辺とか狙ってみようか。オープン。うん、なんかわかんない、赤い人のキャラ出ましたね。星4です。もしかしたらなんか使えるかもしれませんね。さてこれは後ほどということで、では早速ガチャ、初めての10連ガチャいきたいと思います。こちらですね、今見てください、600です。600、なんとかこの期間に間に合わせました。いきましょうかね。2回、22連勝負でいきます。では早速11連ガチャいいのかなこれ、時を任せてしまって了解、売却。ちょっとね休めよ心臓。ちょっと怖いよな、600貯めてここで失敗こいたら大変なことになる。気を取り直しましょう。では早速ですが、ギルティギアガチャ11連いかせてもらいます。まず11連ですよ。ほい、引いちゃったよ。大丈夫かな、本当になんかいいのね出てくれると嬉しいんですが、さあどう来るか。ほう、あれこれめくれないんですね、自動的には。多分これ金のやつはいいやつじゃないですかね。触ったらいいのかな。ああ、この銀色のやつから引いてみましょう。あ、でもすげえ、星3。あ、カリンだ、主人公のついてくカリンも出んの。これを、あ、レオ、わかりませんがね、星5ですよ。ベイン、星4。うわ、すごいいい星4ばっか出てくるよ。クロップ、ベラ、なんか怖いキャラばっかだな。ベリカ、ポン、お、ジン、私ジンと同じ名前のキャラがいるんですよ。で追加ボーナスを引きましょう。ラムレザル、こちらどうなんでしょうね、いいんでしょうか、わからないですよね。じゃあもう一回引かせていただきます。これで最後引こう。あれ、いけますね。ではもう一回引きます。22連目です。主人公のソルというキャラ欲しいですね。行ってみましょう。多分金色がカードいっぱいあった方が出る確率があるということでしょうかね。いやー、どうでしょうか。お、まずまずばらまいておりますと。じゃあこちらシルバーから、まあ、全然見たことないキャラばっかり。このパベル、コウモリは見たことある。それではこっからですね、下1枚引いてみましょう。ほう、鳥のキャラですね、どうやら。次、あ、レイ持ってる。リナ、ちょっと全然わからないですね。アーガン、追加ボーナス、ここはもうタッチしちゃいましょう。カイ、聖騎士団団長。あれ、おかしいな、これカイってこのコラボの、ああ、コラボのキャラか。ということでしたと当たりあったのかな。キャラクターでも星3キャラばかりになりましたと。
こちらでしょうかね。人来のゆえんをお教えしよう。かっこいいね、かい。うん、かっこいいかっこいい。ラムレザル、おうおう、これ売却しちゃダメだわ。排除さ、ハグから。魔法のキャラクターのようですね。ということで私、この2体をギルディキャラ引きましたが、残念ながらソルは出ませんでした。まあこれからですね。私全くよく分かってない状態でやってるので、どんどん強くなって新たなガチャをしていきましょう。見ての通りルビーは0になりましたと。はい、ではこんなところでございます。今日はバイバイ。ご拝聴ありがとうございます。世界一遅いモンストブログ、録画の動画だけではなく、なんと生放送もやっております。その際にはこちら Twitter のチャンネルにてマルチ募集をしております。こちらの方も登録お願いします。そして YouTube の方もよろしくお願いします。こちらに登録出ております。ではバイバイ。